本日は人データベース、人多形解析、統合バー、HGVD などと題しまして1時間ほど、様々なデータベースについてご説明いたします。私、国立研究開発法人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンターで研究員をしております豊岡力人と申します。よろしくお願いいたします。バリアントについてまずご説明させていただきます。多形ポリモフィズムバリアントは、ヒトゲノムにおいて観察される参照配列とは異なる塩基配列を、のことです。あるポピュレーションに 1% 以上存在すればポリモフィズム、それ以下はバリアントといった定義もございますけれども、本日ご紹介しますデータベースには 1% 以下の頻度のバリアントも含まれますので、このような定義とさせていただきました。生物学のですね、セントラルドグマとしてまず最初に習うのはこのような、図がよく用いられるかと思いますけれども、ゲノム情報をもとにトランスクリプトができ、この情報をもとにタンパク質ができ、それらが複雑に絡み合い人間の形質として現れるということを習うかと思いますけれども、疾患形質との関連を調べるということは、これらの各々の多様性と疾患形質との関連を調べているということになります。で、遺伝子人員における多様性というのはすなわち多形バリアントのことを、ということができますので、多形バリアントのデータベースというのは、重要な基礎データであるということはご理解いただけるかと思います。多形バリアントの種類としましては、一塩基多形ですとかコピース多形、タンデムリピートやレトロトランスポゾン、トランスポゾン、また大規模な多形である構造多形などが知られております。これからご紹介いたしますデータベースは、一塩基多形や数塩基までの長さの多形を集めたデータベースを主にご紹介させていただきますが、今後さまざまなデータベースをご利用されるかと思いますけれども、ご利用されるデータベースの対象がどのような多形バリアントを集裁しているかというのは意識されると良いかと思います。続きまして、バリアントの頻度と形質の関係に軽く触れておきたいと思います。疾患と関連する遺伝子を研究する際の重要な仮説としまして、コモンディズイズ、コモンバリアント仮説というものがございます。それを表した図がこちらになっておりますけれども、縦軸にその1ローカスごとの、もしくはバリアントのアリルごとの効果量、効果量というのはバリアントが疾患や形質の発症発生にどの程度効果を与えるかといった発揮する度合いですね、を取って、横軸にバリアントの頻度を取りますと、希少疾患というのは主に頻度が非常に小さいバリアントが原因で引き起こされ、コモンディズイズは頻度の比較的高いバリアントによって引き起こされるのではないかといった仮説がございます。また多くの研究がこの予想が正しいということを示しております。仮に重篤な致死性の高い疾患というものが頻度の高いバリアントで引き起こされるというふうに考えますと、そういったバリアントを持つ多くの人たちは子孫を残す前に亡くなってしまうということを考えますと、そのようなバリアントは急速にその集団内でバリアント頻度が小さくなってしまうということを考えますと、非常に効果量の高いバリアントというのはレアになるということは直感的に理解していただけるのではないかと思います。現在どのように疾患と関連する遺伝子同定の研究が行われているか、概要をご説明いたします。ありふれた疾患も希少疾患も、まずは健常人と罹患した人の DNA を抽出しゲノム情報を取得いたします。健常人と罹患した人のバリアントを比較して、どのバリアントが罹患した人により多く集積しているかを探索し、疾患関連遺伝子を絞り込んでいくわけです。その際にありふれた疾患を研究対象とするときは、ありふれたバリアントがプライマリーには寄与するというふうに考えまして、レアのバリアントは最初の探索からは外されることが多く見られます。
一方、希少疾患をターゲットとするときは、その原因は非常にレアなバリアントによって引き起こされるというふうに考えますので、コモンのバリアントはプライマリーの探索からは外されることが多く見られます。で、希少疾患ですと、よく用いられます解析法としまして、トリオ解析がスタディデザインとしてよく採用されるかと思います。ある疾患の発症者と未発症の父母の家族を集め、この子ども発症者である子においてのみ発生したデノボなバリアントを抽出し、原因のバリアントを絞り込んでいくという解析手法が用いられますけれども、デノボといってもたまたまこの家族にとってはデノボであるかもしれませんけれども、一般集団に存在したりする可能性もございます。ですので、こういったスタディをするときにも一般集団のバリアント頻度情報というのは非常に基礎的な情報として有用であると言えるかと思います。それでは多型データベースを紹介していきたいと思います。まず一つ目は DBSNIP です。 DBSNIP は米国保健省の国立医学図書館 NLM の下にあります NCBI が運営しております。特徴としましては、さまざまな研究において検知された多型バリアントの情報を受け付けておりまして、その受付ごとに SS 番号というものを付与いたします。その後、複数の SS 番号をまとめまして、実は一つのバリアントであったといった、そういった集約する解析を走らせまして、この SS 番号をまとめた結果、RS 番号というものを付与しております。この RS 番号というのは皆様よく研究で利用されている番号かと思います。 DBSNIP の特徴としましては、50ベースペア以下の多型を対象に情報を収集しております。50ベースペアよりも大きい多型につきましては、別の DBBAR というデータベースが存在しておりまして、こちらの方に収載されております。この後、少し操作説明をさせていただきますけれども、その後、一昨年に公開されましたデータセットであります α アリルフリクエンシーアグリゲーターというものを紹介させていただきたいと思います。検索エンジンなどで DBSNIP、NCBI と検索いたしますと、大抵、その検索結果の先頭に出てくるかと思いますけれども、そのリンクをクリックしますと、このような画面が出てくるかと思います。そして、ここに検索するフレーズを入力するテキストエリアがありますので、ここで調べたい内容、遺伝子名やバリアントの ID などを入力しますと、検索結果が得られます。非常にシンプルな画面となっております。一方、この検索テキストエリアに入力をして、一体何を対象に調べているのかということを、ちょっと余談ですけれども、触れたいと思います。検索文字列を入力する欄の下に、アドバンストと書いてあるリンクがございます。こちらをクリックしますと、次の画面に遷移いたします。ここを見ると、検索する条件を拡張することができます。自分で検索条件をどんどん組み立てて、かなり複雑な検索式を構築することが可能になっております。NCBI の提供するサービスについては、大体このようなアドバンストサーチ、拡張検索の機能がついているかと思います。ここを見ますと、オールフィールズを含む様々な検索条件が、参照することができます。何も検索対象のフィールドを指定しませんと、オールフィールズが自動的に設定されておりますので、先ほどの画面で入力されたものに対しては、このオールフィールズですね、こちらにあるフィールドすべてに当たりに行って、何かしら該当したものが検索結果に表示されるということになっております。ですので、ちょっと思い当たる検索ができないなというときは、こちらの画面利用しまして、フィールドを設定してあげると自分の望む検索結果というのが得られる可能性がより高くなるかと思います。こちらが
検索として PDCD-1 上にある RS1156-8821 というスニップを入力して得られた結果になっております。こちらに検索の結果の候補が2つ表示されております。1つが RS1156-8821、もう1つが RS の6から始まるものなんですけれども、これは後々データ集積して解析した結果、実は RS1156-8821 上のものと同一であったということで、そのヒストリーが表示されております。また、右側には検索式が表示されておりまして、この検索式の右下には過去の検索内容、検索履歴が表示されております。この括弧書きの中に記載されております数字が検索にヒットした結果の数でありまして、例えば PDCD1 を調べますと約3020個のバリアントがデイビースニップ上に登録されているということがわかります。さらにこちらの左側にはフィルターの機能がございまして、例えば左側のところでストップゲインだけを指定したいですとか、フレームシフトのバリアントをさらに絞り込みたいというときは、そこを指定いたしますと、この検索候補の表示が切り替わるというようになっております。詳細の画面を見てみるために、この RS1156-8821 をクリックいたしますと、次の画面に遷移いたします。詳細画面がこちらになっております。参照配列ごとの、位置で、バリアントの位置ですとか、もしくは頻度の情報、HGVS 表記、もしくは、ユーザーから、サブミットされた、SS 番号の履歴、または先ほど申し述べました RS 番号も、一度ついたものがまた別の RS 番号に変わるということがございまして、それが確認できるヒストリーですとか、文献情報、または貧乏のゲノムの配列を得られるフランクというタブが用意されております。また、疾患とバリアントの関連を集めたデータベースであるクリンバーへのリンクがこちらについております。このフリークエンシーという頻度情報のパネルをクリックいたしますと、例えば1000ゲノムプロジェクトやトップメドといったサイトで得られた、プロジェクトで得られたバリアントの頻度情報を取得できるようになっております。また、このフリークエンシーの欄にですね、最近アルファというデータセットが追加されました。これにつきまして次のスライドでご説明させていただきます。また、この画面は2年ほど前に、最近デザインが変わっておりまして、昔の表示につきましては、画面左上の Switch to the Classical Site というこちらですね、クリックいただけますと、旧表示に遷移することができます。次に DBSNIP に新たに追加されましたデータセットについてご紹介いたします。アメリカの NIH がファンドしたデータというのは基本的には研究者には公開するということが求められておりまして、そのデータの保存先として DBGAP というデータベースが利用されており、こちらが多くのデータを収集しております。この DBGAP にあるデータを集めて、統一的なプロトコルで解析した頻度情報のデータセットがアルファというものになっておりまして、一昨年の秋に公開をされました。こちらは、トータルのサンプル数としては、98,494 サンプル。内訳としましては、ホールエクソームシークエンスのデータより、約23,000サンプル。ホールゲノムシークエンスのデータで約56,000サンプル。そしてスニップアレイから約87,000サンプルより、なっております。ただし、まだまだ、このアジア人のサンプルというのは、非常に少なくてですね、日本人が所属しますイーストアジア。イーストアジアは、153サンプルのみとなっております。様々な集団からの情報を得るには非常に良いデータセットですけれども、日本人のサンプル数が少ないということは、ご注意ください。
次に、ある遺伝子を対象に、検索をしてみます。その結果がこちらになります。PDCD1 と入れると、3150個のバリアントが、出てくるということが分かります。そして、このジーンと、いう項目のところで PDCD1 にあるということが分かるんですけれども、ここにバービューというリンクがございます。こちらをクリックしますと、この遺伝子にどのようなバリアントが分布しているかということを表示する画面に遷移いたします。その画面がこちらになっております。先ほど見ておりました DBSNP に登録されているバリアントの一覧が表示されるほか、DB バー、先ほど少し触れましたが、50ベースペア以上の長さのバリアントを集めたデータベースですが、この情報やクリンバーの情報などを合わせてゲノムブラウザ上で確認することができます。次に、もう一つ別のルートから DBSNP の利用方法をご紹介させていただきます。NCBI のウェブサイトというのがございまして、先ほどの DBSNP の構成と非常に似ておりますけれども、異なる点は、こちらがオールデータベースというふうになっている点です。で、URL としてはこちらになっておりますけれども、その中で入力方法としましては、この赤枠で囲ったところに検索文字列を入力するだけでございます。ここでは SHIP2D6 を入力した結果というものをお知らせいたします。で、そうしますと、これが結果となりますけれども、NCBI が持つさまざまなデータベースに対して、この SHIP2D6 という単語で横串に、検索に行きまして、おのおののデータベースに何件あるかというふうなものが一括で情報を取得することができるようになっております。論文の情報を集めた PubMed では7621件、論文の全文が公開されているデータ、論文データベースである PubMed Central では11,500件のデータが登録されているということが分かります。また、クリンバーには2,279件データが存在するということが一覧して、検索する情報を取得することができます。また、こちらからリンクをたどって、自分の、興味のある側面、このデータベース、例えばプロテインに興味がある場合は、このプロテインの中の一つとリンクすれば、そちらのデータベースに遷移するということで、こちらを起点に様々なデータベースにアクセスすることが可能となっております。次に、EXACT ノマドについて、ご紹介したいと思います。運営元は米国のブロード研究所です。URL はこちらになっておりますけれども、現在はブラウザーが特に用意されておりませんでして、次に説明するノマドのデータベース内にデータだけ保管されているという状況になっておりますけれども、こちらはさまざまなプロジェクトからの6,706名分の全エクソムシーケンスデータを統合的に一つのプロトコルで解析しました。こちらも日本人は非常に少数しか含まれておりません。76名分のみ含まれておりますけれども、ただ特徴としましては、その次世代シークエンサーにおけるカバレッジの情報のトラックが用意されていたりしますので、例えば希少疾患を研究されている先生などで、本当にこのバリアントがどれぐらいのカバレッジでディテクトされたのかといったようなことが気になる先生には非常に有用な、データベースになっておるかと思います。こちらの、情報トラックにつきましては、次に述べますノマドにも同じような機能がございます。ノマドなんですけれども、ノマドは位置づけとしましては、先ほど申し上げましたエグザックの後継のプロジェクトとなっております。後継というのは、サンプル数が非常に、多くなっております。バージョン2とバージョン3というものが、公開されておりまして、バージョン2の方は、参照ゲノム配列が GRCH の37となっておりまして、約12万5000名からの、5000サンプルのホールエクソームで
シーケンスデータ、および15,708名のホールゲノムシーケンスデータからの頻度情報を参照することが可能となっております。また、バージョン3は参照ゲノム配列が GRCH の38となっており、そのサンプル数はバージョン2よりもさらに多い76,156名というふうになっております。また、昨年の秋にですね、ミトコンドリアのに存在するバリアントの頻度情報につきましても、公開がされまして、ただしミトコンドリアの、サンプルとしましては、56,434 名分の、からのデータとなっております。こちらが、画面になっております。この G は発音しないノマドというふうに、検索いただきますと、検索エンジンの、おそらくトップに出てくるかと思いますので、そちらリンクしていただきますと、こちらの画面に、遷移いたします。入力する項目としましては、こちら、もしくはこちら、上下あるんですけれども、結果は同じになります。で、入れるものとしましては、遺伝子名、またはバリアントの ID ですとか、HGVS 表記の、バリアント、もしくは、染色体番号と位置、リファレンスアリルとオルタナティブアリルをこのようにハイフンでつないだこの様式で指定するとバリアントを指定してその結果を表示することが可能となっております。これが結果となっております。これは遺伝子名を入れた時の検索結果になっております。 PCSK9 を入れました。一番上のところには NGS のカバレッジがですね表示されております。でこの下にこの PCSK9 のゲノムの構造が出ておりますけれども、本物のものよりも多少デフォルメされて表示されておるかと思いますけれども、そのトランスクリプトがどれぐらいのエクソン領域、イントロン領域がおのおのどの程度のカバレッジでディテクトされたかと、カバーされたかということが表示されております。また、遺伝子上に存在する、このカバレッジの、で、バリアントコールした結果、得られたバリアントのテーブルがこの画面の下の方に出てきておりまして、遺伝子上に存在する丈とその頻度というものがこの下に表示されるようになっております。次にこちらがノマドでバリアントを検索した際の検索結果となっております。こちらにそのバリアントの表示が出ております。このバリアントが各集団、上からアフリカンですとかアシュケナジ11種ですとかサウスアジアン、ヨーロッパのフィンランド人以外、さまざまな集団におけるアリルのカウントとアリルのナンバー、トータルナンバーですね。あとは、ホモザイガスな、人たちが何人いたかというものが、数字が表示されております。で、さらにこの、左側の集団のところをクリックしますと、その集団を構成するさらに細かい集団名ですね。イーストアジアを展開しますと、コリアンですとか、ジャパニーズといったものが出てくるようになっております。またこの一つ大きい集団イーストアジアンごとでの男女でのアリルの頻度情報なども得ることができるようになっております。またデータが複数サブセットがございまして、そのサブセットごとでの頻度の表示の切り替えが可能となっております。右上のこちらで切り替えるんですけれども、ノマドのバージョン 2.1 につきましては、全部のデータを用いたノマドバージョン 2.1.1、もしくは疾患を含まないコントロールのものですとか、あとは非がんの、がん研究以外のものから得られたデータセット、もしくは非神経疾患のものから得られたデータセット、もしくはトップメドで以外で得られたデータセットというふうに、さまざまこちら切り替えますと、その切り替える都度こちらの頻度情報がリフレッシュされて表示されるというようになっております。
次に、今度は日本人の多型データベースということで、JMOC と HGVD を紹介させていただきます。JMOC ですけれども、JMOC はジャパニーズマルチオミクスリファレンスパネルの略でして、運営元は東北メディカルメガバンク機構ともとなっております。URL はこちらになっておりまして、今、日本人の約8300名の住民コホートからの全ゲノムシークエンスデータより得られた頻度情報が公開されております。以前は IJGVD というデータベースで公開されておりましたけれども、現在は JMOC というデータベースより公開されております。で、JMOC というふうに検索エンジンで検索しますと、やはり、珍しい単語ですので、トップに表示されるかと思いますけれども、そちらをクリックしますと、このような画面に遷移いたします。で、バリアントの頻度情報を得るためには、こちらのゲノムバリエーションというところをクリックしてください。そうしますと、このような画面に遷移いたしまして、検索条件としましては、遺伝子名、RS 番号、GRCH37 における領域を指定して検索することが可能となっております。検索した結果をお示しいたします。検索した結果としましては、スニップであるとかインデルといったタイプですとか、ポジション、リファレンスアリル、オルトアリルの情報、RS 番号とか、アノテーションの情報や遺伝子名や、デプスの情報が表示されております。そして頻度情報はこちらに表示されておりますけれども、それと横並びで先ほどご紹介しました、ノマドにおける頻度情報が表示されております。これを見ますと、例えば一番上のスニップ SNV については、日本人では存在するけれども、ノマドにおけるアフリカ人ですとか、ラテンアメリカ、イーストアジア等々のところではディテクトされないバリアントであったというようなことが分かりますし、またそれ以下のものはアフリカではディテクトされるけれども、日本人集団では特には見つからないといったようなことが見て取れるかと思います。JMOP のさらに特徴としましては、タンパク質の立体構造上へのマッピングという機能がございます。タンパク質の立体構造が解析済みかつ、竹がエクソン領域にある場合に、このように、リンクが表示されます。こちらを、リンクいたしますと、このような画面に表示しまして、タンパク質の立体構造中に、当該のバリアントがどこに存在するかといったようなことが表示、させることが可能となっております。また、次に HGVD についてご紹介させていただきます。名称としては、ヒューマンジェノムバリエーションデータベースの、略になっておりまして、運営元は京都大学となっております。URL はこちらになっておりまして、提供されるデータは1208名の全エクソムシーケンスデータからの、多型情報及び、3248名のスニップチップからの、多型情報となっております。主に長浜コホートからのサンプルが中心となっております。画面としましては、このようになっておりまして、先ほどの JMOP と使い方としては非常に似ておりまして、遺伝子名 ID をこちらに入力するか、RSID をこちらに入力するか、もしくは、疾患のバリエーションの名称をこちらに入力するかしますと、同じように頻度情報をゲノムブラウザ上で眺めることができる画面が出てまいります。次に GBAS カタログというものを紹介させていただきます。GBAS カタログは GBAS の結果を集めた多型のデータベースでして、運営元は米国国立ヒトゲノム研究所、NHGRI 及び、ヨーロッパのバイオインフォーマティクス研究所、エンブル EBI になっております。URL はこちらになっておりまして、今まで GBAS によって同定された、
形質と関連が報告されたスニップをマニュアルでキュレーションしたサイトとなっております。画面がこちらになっておりまして、入力する領域がこちら1箇所しかございません。で、この中にご自身の興味のある疾患名、もしくは RS 番号、もしくは論文の著者名、遺伝子名、領域などで検索が可能になっております。またちょっと余談なんですけれども、このダイアグラムというところをクリックしますと、今までこれだけたくさんのGBASの報告があるという図が出てまいりまして、さまざまな疾患にどの遺伝子上の領域に同定されたかというような図が出てまいります。これだけで何かを言える図ではないんですけれども、こういった講習会のスライドとしてはちょっと見栄えがするというので、よく使われたりするものがこちらのダイアグラムというところから飛べたりいたします。で、ちょっと余談はさておきまして、先ほどの検索画面のところから検索をいたします。ブレストカルチノーマというふうに入力しまして、検索しますと結果が下に表示されます。その際にフェノタイプ、ここではブレストカルチノーマのサブグループも合わせて検索結果に引っかかってまいります。ブレストカルチノーマの他にハーツポジティブのブレストカルチノーマというものが出てまいります。この形質の名称をクリックすると、次のページに遷移いたします。これが遷移した先の画面となっております。上のテーブルは関連解析のした結果のP値ですとか、もしくはリスクアリルの頻度、オッズレシオ、信頼区間、もしくはマップされた人員の名称ですとか、あとは論文で記載された際の形質の名称と、この GBASカタログで登録された形質の名称が記載されております。また、GBASカタログ登録された際の遺伝子上の位置というものが表示されております。下のテーブルでは関連解析の研究の概要が記載されております。ファーストオーサーの名前ですとか、あとはいつ出版されたのか、そのジャーナル名、タイトル、そしてこちら大事な情報かと思いますけれども、どの集団のサンプルを取得して得られた結果かといったような情報も収集することが可能となっております。次に、多系データベースの紹介として最後に統合バーを紹介させていただきます。こちら我々どもが作成しているサービスですけれども、日本人多様性データベース統合バーという名前になっておりまして、運営元は NBDC というふうになっております。 URL はこちらになっております。目的としましては2つありまして、 NBDC 人データベースをもとに個人特定されない加工データ頻度情報を提供しまして、データの概要を利用これから利用を検討されている先生方に把握可能にな状態にするということと、目的の2つ目としましては、日本や海外で公開されている頻度情報、ゲノム多様性と疾患との関連情報を統合してワンストップで検索を可能にしようということを目的としてやっております。2018年の6月に公開しておりまして、現在のところ登録されているバリアントはジャムラインのバリアントのみで、ソマティックのものより得られたデータというのは収載しておりません。で、先ほどちらっと名前が出ました NBDC 人データベースというところをまずちょっとご説明させていただきます。 NBDC 人データベースはこちらにリンクがありますけれども、研究者の算出したデータを他の研究者が再利用できるサービスとなっておりまして、このトップページにはさまざまな先生から寄託いただきました研究データがリストされておりまして、必要な手続きを得ることでデータの
帰宅及び利用をしていただくことが可能となっております。なぜこのデータベースができたかという経緯と必要性について述べたいと思います。国際的にもオープンサイエンスという単語を聞かれる機会が増えてまいりました。これは学術論文のオープン化と研究データの公開という2つの要素からなっておりますけれども、 NBDC ヒトデータベースは後者の研究データの公開の要請に応えたデータベースとなっております。そういったデータベースを国際的にも利用していこうということで、その際にデータベースに格納されるデータとしてはフェア原則が望ましいというふうに言われておりまして、フェア原則というのはファインダブル、見つけられる、アクセシブル、アクセスできる、インターオペラブル、相互運用できる、リユーサブル、再利用できる形で公開するのが望ましいというふうに言われておりまして、我々どものところでこういったものに対応できるように運営しております。また国際的な研究情報の共有もしくは統一的なプロトコルでゲノム解析をする仕組みを作ったり、研究者の認証などについて枠組みを討議するアライアンスとしまして、グローバルアライアンスフォージェノミクス&ヘルスと、通称 GA4GH というアライアンスがありますけれども、こういったところで研究データの適切な共有方法についての議論が交わされておりまして、こういったところにも追随していけるように我々どもとしては動きを注視しながら運営しているデータベースとなっております。研究データを公開するのはもちろん科学の発展にとっては重要かと思いますけれども、一方でプライバシーの担保ということが必要になっております。個人ごとのゲノム情報というものは非常に研究にとっては重要な情報ではありますけれども、一方日本においては個人情報保護法上も適切な保護が必要な情報となっております。この研究データのオープン化とあとはプライバシーの保全とのバランスを保つために手順を得た研究者に対してはオープンに公開していくけれども、一般の人については公開しない、適切な審査をしてそれを適切な人にデータを渡していくといった審査の機能を持ったデータベースの必要が生じまして、制限公開データベースという名称でそういったデータベースが生まれております。歴史としましては2007年に米国 NIH がデータベースオブジェノタイプス&フェノタイプス、通称 DBGAP というものがスタートしまして、2008年にはエンブル EBI の方でヨーロピアンジェノムフェノムアーカイブ EGA というものデータベースが発足しております。また2013年10月から NBDC 及び国立遺伝学研究所との共同運用で NBDC ヒトデータベース、またジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブ、こちら遺伝研上でのデータベースの故障となっておりますけれども、こちらを共同で運用をし始めて約7年経った状態になっております。 NPDC ヒトデータベースには2つ大まかに分けて情報の種類がございます。1つが非制限公開データ、もう1つが制限公開データとなっております。非制限公開データは誰でも研究者以外の方でも利用していただけるデータとなっておりまして、ウェブからダウンロード可能になっております。この非制限公開データに区分されますデータとしましては、例えば個人情報ではない集団の頻度の情報や、もしくは研究の際に得られた統計解析をした結果の統計量、もしくは特定の個人由来ではない資料、こちらは個人情報報告法の範疇から外れますので、そういったものの解析の結果を非制限公開データとして公開しております。一方制限公開データとしましては、メインは個人ごとのゲノムデータ、その他個人の特定性があるデータにつきましては制限公開データとして一般の人は利用はできないものとなっております。
利用者を限定しているんですけれども、その利用者というのは国内外のアカデミアや企業内の研究者を想定したものとなっております。この制限公開データについては各プロジェクトや実施機関からデータを寄託いただくんですけれども、その際に二重匿名化を施していただいております。 NBDC 人データベースに集積されたデータ例を一つ二つ挙げさせていただきたいと思います。一つがバイオバンクジャパンより寄託いただきましたデータになっております。登録されました対象の疾患及び形質としましては、かなり詳細にさまざまな疾患、形質からの形質のデータ及びそれとコレスポンディングなジェノタイピングアレイのデータですとか NGS のデータが登録されております。これはすみません、タイプですけども、一昨年の8月ですね、はバイオバンクジャパンより1026名の非常に大きなホールゲノムシーケンスのデータなども公開されております。また、これは HUM0043 という番号ですけれども、J アドニーというアルツハイマー病の非常に大型の研究がございまして、その研究より得られたデータも集積しております。対象としましては高齢者健常群149名、軽度認知機能障害の234名、早期アルツハイマー病と診断されました154名の計537名のサンプルからの臨床心理学検査の結果ですとか、もしくはアポEの遺伝子型末梢血液一般検査の検査結果ですとか、各個人の MRI 画像や PET の画像というものが登録されております。もしも以上のようなデータセットやその他 NBDC 人データベースにアクセスいただきまして、興味のあるデータセットございましたら、ぜひご利用いただければと思います。私も利用の受付をやっておりますので、何か不明点等ございましたらご連絡いただければ回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上 NBDC 人データベースの意義について述べてまいりましたけれども、そのデータを使った統合バーについて説明させていただきます。先ほどの、と同じスライドで恐縮ですけれども、このデータベースの目的というのは、一つはこのNBDC 人データベースをもとに、個人特定されない、加工データ、頻度情報を提供するということと、目的の2としましては、さまざまな頻度情報や、疾患情報などと関連情報を統合した、ワンストップサービスを提供するということを、目的としております。もっと詳しく説明させていただきますと、バリアント頻度の情報を公開するとありますけれども、NBDC 人データベースや、公共のデータベースでは、研究プロジェクトごとに、データを寄託いただいております。この、データは一つ一つ診察機で公開されておりますので、ちょっと中身を見てみたいという時でも、研究、ご自身の、研究施設の IRB を通していただき、こちらダウンロードして再解析した結果、初めてこの中身が覗けるというように、非常に利用しにくいデータとなっております。そこで複数の研究プロジェクトのデータを同じ手法で再解析し、例えば NGS は NGS のデータでまとめて、SNP チップは SNP チップのデータでまとめて、頻度情報としてしまいます。頻度情報というのは個人別の情報ではないため、非制限公開、ウェブから公開することが可能になります。ですので、こちらの日本人の大規模バリアント頻度のデータベースを作ることで、ちょっとこのデータを使いたいなと考えている先生が、概要を把握して、あ、このバリアントが存在しているんだということで、利用の申請につなげることができるのではないかということが、目的の一つとなっております。また目的の2としましては、頻度情報を提供するだけではなく、
同じように国内外にはバリアントの頻度情報、先ほどご紹介しましたエグザックですとか、JMOP ですね、や HGVD といったデータベースがプロジェクトごとに散在しております。これらの情報をワンストップで検索できるようにいたしました。疾患との関連を集めたデータベースであるクリンバーですとか、もしくは文献データベースであるパブメダの情報なども統合して検索いたしましたので、今まで紹介してきましたデータベースを、こちら1箇所で検索情報を収集、取得していただけるというサイトとなっております。JGA-NGS と JGS-NIP というものが我々どもで作ったデータセットとなっております。JGA-NGS は7つのデータセットから得られたホールエクソームシーケンスのデータより得られたバリアントの頻度情報となっております。サンプル数125とまだまだ非常に小さいものとなっております。JGS-NIP につきましては、主にバイオバンクジャパンのデータから得られたデータでして、こちらスニップチップなんですけれども、約18万人のサンプルより得られた頻度情報となっております。その他には、先ほどご紹介しました、JMOP から得られましたデータセットですとか、こちら、最新のものは 8.3K というものなんですけれども、我々どもすみません、まだ更新が追いついておりませんでして、4.7K と4700人分の頻度情報は、参照することが可能となっております。また、京都大学の、HGVD、エグザックの6万7千人分のホールエクソムのデータが参照することが可能です。その他、クリンバーですとか、あとはバリアントに関連する文献情報として、パブデータやリットバーというものを利用して文献情報を取得しております。また、それらの引用数を取得するために、コリルというサービスを使って引用数を表示しております。その中で、今年度新たに加わったデータセットについてご紹介させていただきます。先ほど少し GA4GH というアライアンスについてご紹介させていただきましたけれども、このアライアンスにおきまして、A メドの方で日本の活動としまして、ジェムジャパンと、ジェノムメディカルアライアンスジャパンというプロジェクトを提案し、国際的な貢献を果たしていこうというふうにされております。ホームページからの抜粋ですけれども、このプロジェクトはデータシェアリングを進めながら、ゲノム医療の実現を目指す A メドの各事業に関わる大学、研究所、病院等と日本全国規模で協力体制を築き、臨床情報と個人ゲノム情報のデータシェアリングと研究利用を促進し、ゲノム医療の実現を目指すものですとされております。そこで、ゲノムデータのリポジトリにあるデータを集めて再解析するという、共同研究が立ち上がりました。ゲノムデータのリポジトリとしましては、先ほど NBDC ヒトデータベースを紹介いたしましたが、もう一つデータリポジトリをご紹介いたします。これが、A メドゲノム制限共有データベース AGD となっております。これは、データを制限共有するものでして、このデータリポジトリへのデータの提供、利用の審査というものは NBDC ヒトデータベース内にて行われておりますけれども、利用者は、我々どもに申請いただく前に、例えばこのデータを使いたいという時は、そのデータを提供した先生に、利用の許諾をいただくというものが、いうスキームになっております。これは、なぜ、利用の許諾を得る必要があるかと申しますと、AGD では論文公開前のデータも、記託されておりますので、そのような、スキームとなっております。で、こちらにも、ゲノムの情報、ヒトゲノム、ホールゲノムシーケンスのデータというものが記託されておりましたので、これらを合わせまして、解析したというものが、先ほどご紹介しました、
ジェームジャパンのプロジェクトになっております。共同研究が実施されたと申し上げましたけれども、共同研究の主体としましては東北メディカルメガバンク、東北大学、岩手医科大学、バイオバンクジャパン、理化学研究所の、共同研究となっております。そして、AMED および NBDC ヒトデータベースに登録されたデータを、同じプロトコールで、バリアントコールしまして、その結果を統合バーにより、公開いたしました。この、共同研究については、NBDC は事務局として、参加させていただきました。また、統合バーの、より公開をさせていただいております。これによって得られた参照パネルの名称なんですけれども、GEMJWGA、ホールジェノムアグリゲーションの略ですけれども、GEMJWGA となっております。こちらの参照パネル作成に用いられた全ゲノムのサンプルの内訳は以下のようになっております。東北地方を中心とした研究協力者の方々及び、疾患コホートであるバイオバンクジャパンの研究協力者の方々や、理化学研究所の研究における研究協力者の方々からなっておりまして、全国つつ裏裏の全ゲノムシークエンスデータが集約されております。これらのホールゲノムシークエンスデータは、ブロード研究所が開発しておりますバリアント検知に用いられるソフトウェアで、デファクトになっております GATK がGATK ベストプラクティスに準じた方法でジョイントバリアントコールを実施いたしました。またその後センゲノムプロジェクトのサンプルと合わせて主成分分析を実施して、日本人集団を、遺伝的背景を揃える品質管理を実施いたしました。ここに表示されている人数はその PCA 実施し品質管理工程実施後のサンプル数となっております。次に GEMJWGA 参照パネルに収録された SNV インデルの数をご紹介いたします。常染色体 X 染色体の SNV インデル合わせて約9000万剤でバリアントが検知されております。今回は様々なプロジェクトやプラットフォームからのサンプルを集約したため、PCA を実施した際にプラットフォームごとや同じプラットフォームであっても配列を読んだサイトごとでのクラスタリングが観察されました。そこでこのクラスタリングを補正するための方法が GEMJ プロジェクトの先生方で検討されまして、この結果アメリカの NIST が主催するコンソシウムであるゲノムインナボトルで提供されているハイコンフィデンスリージョンの領域のバリアントを使用しますと、このクラスタリングが完全に分かれるのではなく、うまく一つに近い形でちょっと小さくなるということが分かりましたので、提供する VCF のフィルターの値にノットハイコンフィデンスリージョンといったように、これを使えばプラットフォームごとやそのプラットフォームのサイトごとでのクラスタリングがより小さくなるよという目印をつけた形でデータを提供していただきました。次にこれらの情報を見ることのできるトーオーバーの画面をご紹介いたします。こちらがその画面となっております。バリアントが染色体のポジションで相当されて表示されております。こちらに複数のデータセットごとの頻度がカラーバーで表示されております。一番左の赤いカラーバーが今回追加しました GEMJWGA のデータセットの頻度となっております。その他に先ほどご紹介しました JGANGS、JGSNIP ともの 4.7K のデータ、京都大学の HGVD、EXACT というのが横並びで頻度を比較することが可能となっております。検索ボックスとしましてはこちらになっておりまして、 RS 番号、位置検索、範囲検索、もしくは遺伝子名や関連疾患名での曖昧検索が可能となっております。
その結果はこちらに表示されまして、さらにその結果を右側のフィルター機能を用いて、例えばこのデータセットの情報だけ欲しいという場合はこのチェックボックスを外したり、このチェックボックスをオンオフすることで左側のこの検索結果の内容が切り替わるといった操作になっております。また例えば SNV だけ欲しい、インサーションデリーションだけ欲しいといったことも可能ですし、クリンバーの情報の中には例えばドラッグレスポンスといったフラグがございますので、ドラッグレスポンスに関係のあるバリアントだけ取得したいといったようなフィルターを利用することも可能となっております。詳細の画面はこのようになっておりまして、さまざまな、今まで紹介したデータベースと同じような内容が、参照していただけるのですけれども、ポジションが重複したバリアントも、確認いただけますし、またフリクエンシーの欄では、頻度情報が、より先ほどのカラーバーよりも詳細な形で、今度は縦並びですけれども比較していただくことが可能となっております。また可能な場合はジェノタイプのカウントも表示するようにしております。さらにこれを下にスクロールしますと、クリンバーやゲノムブラウザ関連論文についての情報も確認可能となっております。こちらの、操作方法ですけれども、解説動画が、統合テレビから、出ております。統合バー、統合テレビというふうに入力していただきますと、すぐに、見つけていただけるかと思います。また、データにつきましては一括ダウンロードも可能となっております。頻度データがタブ区切りのファイル、TSV ファイルの形式で一括ダウンロードすることが可能となっております。また、JEMJWGA の、データにつきましては VCF フォーマットでのデータの一括ダウンロードが可能となっております。場所としましては統合バーの右上ダウンロードのところをクリックしますと、このような画面出てきますので、そちらからこの上のところをクリックしますとダウンロードしていただくことが可能となっております。ぜひ、日本人ゲノムのバリアント情報取得について統合バーをご利用いただければ幸いです。また機能的な要望がございましたら我々どもにお知らせいただければ、今後の開発に生かしていきたいと思っております。ご清聴いただき誠にありがとうございました。